皆さんこんにちは、いつです。本日もプロスペースやっていきます。本日の企画はこちら、 TSOB を乱獲しよう、エナジーの貯め方講座というところで、 TSOB ですね、自分めちゃくちゃ獲得してると思うんですけど、まあそのためにはですね、まあ、エナジーを貯めるっていうところが、まあ、無課金ですね、エナジーを貯めるっていうところがまあ基本的なところになってくるので、まあそういったところをですね、実現するためにエナジーの貯め方ですね、解説していこうかなというふうに思っております。で、まあ少しですね、自分の無課金でやってるオーダーを見てもらいたいんですけど、楽天純正ですね、無課金でやっていてこれだけ取れてるんですよね。鉄平さん、松井さん、藤田さん、島さん、ウィーラーさん、岩隈さんというところで、まあ必要なところはだいたい取れていけてるのかなというところです。まあこれはですね、通常のスカウト、例えば福袋だったりは何回か引いたな、そういえば何回か引きましたし、で岩隈さんですね、普段、TS とかはですね、1000エナジーから1500エナジーくらいで獲得できるんですけど、まあ2250エナジーかな、岩隈さんにはかかってるので、まあ、そういったところでですね、もうちょっとまあ獲得できるかな、まあ数だけで言えばですね、まあ必要か必要じゃないかは別として、数だけで言えばもうちょっと取れるかなっていう感じです。なんですけど現状このような形になっているというところで、まあこれだけですね、 TSOB、なんでそんなに TSOB 入ってるんですかって結構聞かれるんですよね。まあそこは別に無課金で普通にやってるだけって言うしかないんですけど、まあそこでですね、エナジー意外とちゃんと貯めてる人は少ないのかなっていうところでですね、今回、解説していこうかなというふうには思います。というわけで今回は1ヶ月でエナジーがどれくらい集まるかというところをですね、自分がやっている無課金ヤクルト純正で集計してきたので、それを見ながらですね、普段コツコツ貯めるのがいかに大事かっていうところをですね、見ていきながらですね、まあポイントポイントですね、解説しながら進めていこうかなというふうには思っております。それでは早速一つ目ですね、イベントというところで、今回ですね、1ヶ月、11月26日から12月の24日までですね、を集計してきましたというところで、その中で来ていたイベントとしてですね、まずネットスタジアムの途中からっていうところですね、あとはドリームキャラバンと、プロスピコロシアムとホームランダービーとバッティングトラベラーの途中までですね、というところが来ていたと。で、まあ獲得できたエナジーが右の通りで、151エナジー、128エナジー、60エナジー、78エナジー、30エナジーですね。で、プロスピコロシアムはですね、試合数の報酬として25エナジーですね、プラス5位やったんですよね。なんかどこのランクかは忘れたんですけど、5位で35エナジーって書いてあるので、多分2つ目のランクかな、ルーキーともう1つ上かなちょっと真ん中のランクの名前を覚えてないんですけど、多分そこら辺で5位で35エナジーもらえているというところです。まあヤクルト人生まだ始めたてなんで、まあぼちぼちなんですけど、多分一番上やったかな、多分なんか一番上やったような気もしなくもないですね。なんですけど、まあここはですね、35エナジーというところで、まあ最大100エナジーもらえますよね、あそこの報酬って1位になればですね。まあそういったところで差が出てるところなのかなと、まあそれくらいかな。あとはネットスタジアムのところはですね、ガチャ、まあ A ランク以上確定スカウトのところでですね、ボーナス上げたり、あとはまあイベントでもですね、少しエナジーを割ったので、そういったところでまあ、獲得エナジーはですね、151エナジーありますけど、まあプラスマイナスで言ったらもうちょっと少ないのかなっていうところです。なんですけど、まあ獲得したエナジーとしてですね、447エナジー獲得というところで、まあ結構1000エナジー1ヶ月で貯まるってまあ基本的には言われてますけど、その半分って考えるとですね、イベントをこなすことがいかに大事かって、特にですね、エナジーを消費せずに毎回確実に終わらせることによってですね、450エナジー、まあ、500エナジー近くですね、獲得できるというところで、まあ確実にここはですね、エナジーを割らないで終わらせたいところなんじゃないかなというふうには思います。まあここエナジー割っちゃうとですね、少し少なくなってきちゃうんで、まあ少しもったいないのかなっていうところです。続いてですね、2つ目デイリーミッションについて話していきます。デイリーミッションというところで、まあ毎日行きますよね、まあデイリーミッションなんで。で、今回獲得できたエナジー数が172エナジーというところで、ここまあぼちぼちかな、まあ全部してるんですよね、1回も漏らしたことなくて172エナジーと、1日も漏らさないで172エナジーというところで、まあ1ヶ月でですね、まあだいたい120から300エナジーですね、1日最小で4エナジーですね、で最大10エナジーだと思うんで、まあ120から300エナジーの間ですね、1ヶ月で溜まるので、まあここをやるやらないじゃ全然違ってきますよね。まあだいたい200エナジーくらいは溜まるかなっていう感じなんですけど、それが1ヶ月であるかないかって言われたらもう全然違うところなんで、ここは確実にまあやっていきたいところなんじゃないかなというふうに思います。まあイベントとかでですね、スタミナを使うイベントが来てるときはですね、割と意識してなくてもデイリーミッション終わるんですけど、例えばホームランダービーとか V ロードとは別に来ている、まあコストを使うイベントとかやとですね、スタミナ消費のときしかですね、このデイリーミッションの試合にはカウントされないので、そういったところでですね、まあ特にそういったときですね、 V ロードとかでしないといけないときとか、そういったときにですね、特に注意してですね、今日は何が来てるからまあやっとこうとか、まあ三振3回とか結構時間かかるんですよね。まあ基本的には自分はですね、5試合くらいで終わるかなって、まあデイリーミッション大体ですね、まあ試合数とか以外は5試合で終わるかなっていうふうに思ってるんですけど、三振の時だけですね結構かかっちゃったりするんで、まあそういったところを見ながらですね、まあできる時間がある時にですね、やっておくべきなんじゃないかなというふうには思います。
続いてログインボーナスというところで、ここはですね、ログインするだけでもらえるので、まあ、毎日ログインしてほしいんですけど、135エナジー獲得できたというところで、まあ、ログインするだけで135エナジーも獲得できるんやって感じなんですけど、まあ、もらえるのであればですね、必ず開いてもらいたいですよね。まあ、開くだけなんで。というところでですね、デイリーミッションと合わせると大体300エナジーくらいですね、まあ、無料でもらえるって言ったらあれですけど、まあ、何もしないでもその日のうちにもらえるというところでですね、毎月ですね、まあ、毎日ですね、確実にもらっていって、まあ、塵も積もれば山となるじゃないですけど、まあ、そういった形でですね、エナジー集めていただけるといいんじゃないかなというふうには思います。続いてですね、サブイベントというところで、シナリオプレイとか調子くんの宿題とか、まあ、1ヶ月ですね、来ている、経験値 1.8 倍とかが選べるイベントというところでですね、こちらもですね、意外とサボりがちで、まあ、やってない人は多分やってないんですけど、まあ、ここはやるべきですね。調子くんの宿題では、1ヶ月でですね、54エナジーとシナリオプレイでは、13エナジー、まあ、途中までなんですけど、調子くんの宿題も途中からですねっていう形なんですけど、まあ、これだけもらえると。で、途中間空いてますよね。というところで、まあ、多分、一つのイベントですね、サブイベント一つのイベントで大体100エナジーくらい、もらえると思うんで、まあ、するしないじゃですね、全然違ってくるところなので、ここも、やっておきたいところなのかな。プラス経験値 1.8 倍とかですね、特に無課金の方やと、どんどん選手育ててですね、ストック経験値に変えたりとか、していかないといけないところなのかなというふうには思うので、どんどんやっていくべきなんじゃないかなというふうには思います。続いてチャレンジカップですね、今回ですねチャレンジカップ2回しかできなかったんですよね。というのもオーダーが組めないのが1回あったと。プラスですね、ちょっとですね変則的で金曜日からスタートしたんですよね。というところで、その週のチャレンジカップはもうすでに終わらせていたっていうところでですね、25エナジー、まあ、2回分しか、カウントされてないんですけど、まあ、ここもうちょっと増えるところですね、はい、というところなんですけど、まあ、ここもですね、毎週必ずこなすところが大事なんじゃないかなって。プラスですねオーダー組めないとか、まあ、自分の場合もそうやったんですけど、ヤクルト人生ですねまだもうちょっと、初めて1ヶ月2ヶ月ぐらいかなというところで、まあ、オーダー組めなかったんですよね、特殊能力のやつ。というところでですね、エナジー獲得できなかったので、まあ、そこちょっともったいなかったなというところで、まあ、最近、試練もやってるんですけど、まあ、組めないオーダーがある人はですね、なるべく組めるようにしとくといいんじゃないかなというふうに思います。ちょっと組めるの感じが違いますね、はい、すいませんちょっとここは間違いです。はい、続いてリーグですね、はい、今回、ヤクルト人生というところでまだ始めたばっかりというところでですね、リーグ4が2回、リーグ5が2回というところで、まあ、4と5行ったり来たりしてたんですけど、合計24エナジーですねといったところでまだ少し少ないんですけど、どんどん、進めていけばですね、もらえるエナジーは多くなってくると思うんで、もう本当8とか7ですね、阪神とか楽天人生は、リーグランク7、8とかはですねそこら辺いるんですけど、まあ、割ともらえるんですよね。多分どんくらいかな、10何エナジーもらえると思うんで、まあ、そうなると、1ヶ月で40エナジーとかで、覇王にずっと維持し続けると、合計80エナジーとか、まあ、全然違ってくるので、まあ、そういったところで、まあ、リーグ、まあ、本当ここは時間をかけてやっていくところなんで、まあ、後々ですね、どんどん強くなっていってもらえる数はですね多くなってくると思うんで、まあ、リーグはですねオーダーをどんどん更新していくといいんじゃないかなというふうには思います。続いて V ロードですね、今回1ヶ月で121エナジーですね、獲得できたと。 V ロード6週分ですねを獲得できました。で、まあ、ここですね121エナジーなんですけど、少し少ないですよね。というのもさっき試練少し回ってるって言ったと思うんですけど、1週間ぐらいですね、試練を回っていたので、だいたいプラス2、3回ぐらいできるかなっていう感じです。1ヶ月でですね、そういったところで、まあ、2、3日で1周できるペースなんじゃないかなと。まあ、もちろんですね、スタミナを使うイベントが来ているときはできないんですけど、まあ、そういったイベントが来てないときはですね、2、3日で1周できるところなんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、できますよね、はい、1日24回できるので、まあ、2、3日でできるんじゃないかなというふうには思います。まあ、もちろん、イベントと V ロードどっちもやらないといけないというところで少しめんどくさいところかもしれないんですけど、まあ、ここ確実にやるやらないじゃ全然変わってくるので、絶対やるべきところなんじゃないかなというふうには思います。続いてランク戦について話していきます。はい、というところで、ここですね楽天純正で走るって言ってたんで、まあ、どうかな、気づいてた人はいるのかなっていう感じなんですけど、はい、まあ、この企画のためにですね、ランク戦まあ、どんくらいかかるのかなっていう感じで走ってみたんですけど、ここはですねオーダーがある程度完成しないといけないところなので、まあ始めたての人とか、まあ例えば自分ヤクルト純正で今回1ヶ月計算していきましたけど、ちょっと無理だったと、ヤクルト純正でのランク戦は無理だったというところで、今回楽天純正でですねランク戦だけはやってみたんですけど、結構試合数しないといけなかったですね、はい、というところで、まあ今回754位で勝ち星270個獲得したんですけど、だいたい200試合から250試合くらいしたかな、まあここ200試合して
って書いてますけど、多分もうちょっとしてますね、はい、で大体勝率は8割から7割後半をですね行き来してたと思うんで、まあ、基本的には勝ち星ですね5個プラチナ3でもらえると思うんですけど、まあ、そこは基本的には獲得してたかなと、まあ、運が悪ければ運が悪かったっていうか、まあ、実力なんですけどね、まあ、獲得できない時も何回かあったんですけど、まあ、基本的には勝ち星5個を獲得していきつつですね、大体300試合もしてないと思うんですよね、200試合から250試合くらいをしたんじゃないかなというふうに思います。それでベスト1000やったんですよね。で個人的にはあと50試合か、100試合の間くらいですねやってればベスト500で50エナジーもらえたところなんじゃないかなというふうには思います。なんですけど、まあ、結構大変ですね、うん、ここは時間がある人しかできないと思うんで、まあ、割とね、うん、勝率高かったらですね、全然走れるんですけど、まだちょっと打てない人とかは少し勝ち星ランキングっていうところはですね結構大変になってくるんじゃないかなというところなんですけど、まあ、本当やればやるほどランク戦は上手くなると思うんで、まあ、練習も兼ねて勝ち星ランキング走るっていうところもありなんじゃないかなというふうには思います。ではラストですね、その他というところで、まあ、それ以外で、まあ、普段は獲得できないだろうなっていうところですねちょっと計算してきたので、まあ、そこのその他の部分も話していきます。でまず通常ミッションですね、例えばそうそうホームランを何回打とうとか満塁ホームランを何回打とうとか何千回打とうとか、ログイン何日とかそういったところの通常ミッションですね。で135エナジーと、まあ、ここは試練を走ったのでそこのエナジーが大きかったですね、うん、走ったっていうか、まあ、試練をやってたので、まあ最初やるとですねエナジーもらえるんですよね。ちょっと忘れてる方もいるかもしれませんが、まあそういったところで135エナジーもらえているとプラスですねスピリーグ応援のやつがありましたよね。で、5エナジーと、2回くらいあったかな、この期間中に2回あって5エナジーでしたというところであんまり当たってないという形ですね。最大6エナジーもらえるんかな、うん、まあ半分も当たってないですね。で視聴キャンペーンというところで1回ありましたよね。ちょっと、ペナントレース第4節の画像を貼っておりますけど、多分第3節の、視聴キャンペーンで5エナジー獲得したんじゃないかなというふうには思います。はい、というわけで、まあ、ここまでですね、1ヶ月どんな感じでエナジー集めてきたのかっていうところを話してきたんですけど、まあ合計ですねまだ言ってなかったと思うんで言うんですけど、全体の合計として1136エナジー獲得できたという形になりました。ここはですね獲得しただけで、もうちょっと消費エナジーとかあるんですよね。なんでまあ最終的なプラスマイナスで言ったら1000エナジーくらいなんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあそこはもう本当イベントを毎日コツコツやれば、減らしていける部分だと思うんで、まあ今回はあまり言わないんですけど、1136エナジー、まあ入ってきたエナジーだけで言えばですね1136エナジーという形になりました。でもう少しできたなっていうふうに思う点が、まずプロスピコロシアムですね、35エナジーしか獲得できなかったと、まあその順位の報酬でですね、そういったところで、まあもし1位になれば100エナジーもらえるので、プラス65エナジーくらいいきますよね。あとはまあリーグの覇王で、ずっと維持をし続ければ、まあ、無課金でも結構いけると思うんですよね。純正やと割とコンボとかで意外とね純正やと、まあ一番最上位として戦えるかって言われたらあれですけど、まあある程度のオーダーとかやったらですね純正やったら、意外と戦えるので、覇王維持も結構、まあ、無課金でもいけるんじゃないかなというふうには思うんですけど、そこで56エナジーですね、80エナジー、まあ、4周以上し続ければ80エナジーもらえると思うんで、今回24エナジー獲得してたんでですね、その分で56エナジーとプラスチャレンジカップもですねプラス2回あったと思うんで、そこの分の20エナジーですね、プラス、ランク戦の勝ち星ランキングというところでもエナジーもらえますし、あとは V ロードもですね1週間走ってないので、まあ、その分も合わせるとですね、まあ、そう考えると、1300エナジーの獲得もいけそうなんじゃないかなというふうに思います。というところで、まあ今回ですね、話していったんですけど、まあ、本当にもう毎日本当にやるしかない。で自分は普段、5個のアカウントですね、あ、まあ、6個か6個のアカウントを、毎日やってるので、まあ、別に大変1個ぐらいなんかいけるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい、なんでまあぜひ、全然やってないよっていう方はですね、やっていただくと、まあ、無課金のもう TSOB が乱獲できるんじゃないかな。まあ別に TSOB を取らなくても、まあ、通常のスカウトでもいいんでですね、通常のスカウトっていうか福袋とかでもですね、引きたいガチャが引けないっていうところは、まあ少しね、うん、まあ、モチベーションが下がるところなのかな。まあ確かに、大変ですけど、そういったところでですね、まあ、エナジー獲得していただいてですね、オーダー強化どんどんしていただくといいんじゃないかなというふうには思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降もですね、皆さんに有益な動画をですね、どんどん出していこうというふうには思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。伊豆でした。